6年ぶりの対戦となりました。この両チームの対戦、村井満チェアマンも観戦をしておりました。前半の17分、栃木岡崎のコーナーキックからの展開、こぼれ球西矢の左足というシュートは上でした。マーク外してるんですけど、ちょっとだけ岡崎のボール、これもボール1個分ですよ、はい、1個分実はこれマイナスなんですね。もう1個分前に来てたら、シュートしてる西川は体を もっと前に向けながら足触れるんで、はい、また違ったシュートが飛んでいくんですよ。36分です。ペチュニクのクロスから大黒も待っています。大黒本当上手だよね。でポンここで上がりを待ってスルーして西矢でした。これだよ、西矢、ペチュニク、大黒、これ3本、はい、絶対入るシュートですよね。福井だな、やっぱりこれは本当にゴールキーパーの福井の好セーブだったんですが、これ和田がスルーして、あー、左手1本ですか。後半になります。55分の町田、スローインから流れていったところで吉浜だったんですが、利き足ではない、右足のシュートでした。ちょっとここで選手が3人ぐらい、一気にちょっと倒れてしまうという場面もあったんですが、そして58分、これは決定機でした。ヘニキが右で粘って、そして岡崎のクロスだったんですが、ダイレクト、ペチュニク、これでも今見たらちょっと最初分かんなかったんですけど、大黒が逆サイド、大外からいるんですけど中に入るんですよ、はい、それによってマークがついてきてペチュニックがフリーになるんですよ、この動き、ほら空いてたでしょ、はい、そうですね、これがなかったら多分フリーになれない。大黒はこう効くプレーしてるんですよね、はい、ディフェンス実際1枚引きつけてますもんね。ああいう動きされるとやっぱり一瞬見てしまうし、はい、で72分のプレーです。これ大黒の決定機です。でも福井もね、福井も素晴らしいタイミングで出てきて1回止まって、はい、どちらでも対応するっていうタイミングで出てきてますよね、はい、キーパーだけ見てると前出るで止まる、あ、止まりますね、で止まって、止まってないと手も足も出ないんですよ、はい、で例えば下に来たとしても足出せますから、はい、こういうこれがキーパーが毎日練習していることなんですけど、ここがダラダラダラっとプレーする人入っちゃうんですよ。おで大黒はちょっとこう、大黒の方はちょっとずれてしまった、はい。そして90分、途中交代の平戸のコーナーキックから、大谷だったんですが上でした。今日はねキックはいいんだけどね、ボール1個分ずつ全部ずれてます、大谷もこれもう1個分前だったらもうちょっと余裕にこう、ここね微妙なところなんですけど、まあ、これはねしょうがないですね、こういう日は。でも後ろ下がった分だけ体勢崩れてるから強く打たないで当てたんですよ。当てて右のカードで狙ってる技術は高いんですけど、うまくいかなかったですね。